おはようございます。パラレルです。さあ今日は長澤まりなさんのファーストトレーディングカードを1ボックス開けたいと思います。ということで長澤まりなさんなんですけどね、ずっとね、グラビアアイドルとしてね活躍してきましたけども、このね、そうですね、あのプロ雀士でもあるんですね。でこの前名古屋に、旅行に行ってきたんですが、その時にね、一緒に麻雀打つという機会がありまして、楽しく麻雀打ってきましたね、お話もできたんで麻雀打ちながらね大変楽しいひとときでした。でまあ麻雀はですね、まあ16人こう入ってたんですが、長澤まりなさんは、10位で僕が4位でしたね。まあプロには成績では勝てたということですね。はい、ということでこのトレカなんですけど、こんな風なレアカードがね入ってますね。もちろん直筆サインカードもね入ってますね。で、バインダーももらえますとね、3種類あるそうです。で今回ですね、ボックス購入特典ということで3ボックス買ったのでサイン入りのねカードがもらえました。あとこういう風にねプロモーションカードもついてきました。それでは早速始めたいと思います。さあどんなレアカードが出るでしょうかね。はい、ちゃんと応募券入ってますね。お、こんな感じですか。いいですね。はい、では左の方から行こうかな。お、ずいぶん厚いな。なんか入ってるかな。はい、1パック目です。なんだろう、結構なんか変なのが入ってる。なんだろう、あ、一番後ろの方か。はい、まずはこんな感じですね。これは何番だろう、74番ですね。レギュラーカードですね。おー、大人っぽいな。あ、はい、おー、かわいい。早速、生写真カードが出ましたね。フォトカードですね。じゃあ2パック目です。はい、これ全身ですね。お、これも全身だな。裏面はこんな感じかな。すごくね麻雀打っててもね気さくな方でね、いや性格いい子ですね。はい、多分みんな結婚したがってますよね、麻雀打った方々もね。あー、かわいいね。これもいいね。あー、ウィンクしてる。麻雀打ってた時はね妹さんもいたんですよね。妹さんもね、まあ麻雀打ってくれましたね。多分たくさん勉強したんですよね。はい、行きましょう。まあ一箱でねレギュラーはダブらないと思うんでね、その辺はいいですね。なんかすごいの出たよ。ん？あ、なんもないのか。あ、びっくりした。はい、次です。おお。結構種類がありますね。お、おー、銀ペンのサインが当たりました。嬉しいね。たくさん書いたんだろうな。115枚限定ですね。
はい、じゃあラストです。はい、ラストでした。はい、ということで、レアカード2枚出ましたね。フォトカードとあと銀ペンのねサインカードが出ました。はい、以上になります。これは結構いい感じだったんじゃないでしょうかね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンを、また開封動画、紹介動画を見たいと思いましたらチャンネル登録をしていただき、次の動画をお待ちいただけると嬉しいです。動画のコメントもね、お待ちしております。それでは、さよなら。